皇后杯に向けてどんな活動、どんなチーム作りされてきたかお願いします。はい、今年度は、まあ、昨年比べるとタレントが少ない分、チーム、全体で、戦うという姿勢を、考えて、チームの方は作ってきました。はい、ありがとうございました。それではキャプテン、決勝戦前に、一言意気込み抱負をお願いいたします。今日は暑い中、長い戦いになるんですけど、一人一人が 100% 実力を発揮できるように、全員で声を掛け合いながら絶対優勝できるように頑張りたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。私も大変な中だったと思うんですけど、どんなチーム作りされてきたんでしょうか。そうですね、今年だけではなくて、私たちのスローガンである、エブリデイゲームオールウェイズレディーというところで、毎日準備しておりますので、この期間だけではなくて、まあ、いつでもチャレンジできるような準備を、してますので、そういったことを力発揮したいと思っています。はい、ありがとうございます。それでは、キャプテンに決勝戦を前に抱負意気込みをお願いいたします。はい、3年主将の由美和子です。勝負にこだわり、魅力あるプレーで自分たちらしく、優勝できるように頑張ります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
11人またあのベンチにいる、9人全員があの一丸になって戦ったことで、勝利に結びついたと思っています。最後まで全員で一緒できることができたのでそれが勝ちにつながったと思います、はい、と初戦から全員で新一の他のチームに負けないようにこれからレベルアップして強くなっていきたいと思います。